旅行第44潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の10番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年2月14日、三井玉の造船所で寄港。1942年11月11日浸水。1943年9月13日に竣工し、二等潜水艦に類別。 同日、マイズル陳述席となり、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。11月25日、第11潜水船隊は、第6艦隊所属となる30日、第34潜水隊に編入。12月28日、両44は、マイズルを出港し、1944年1月6日にトラックに到着。十二日、 特設潜水母艦平安丸に横付けして、補給を受ける。15日、トラックを出港し、エスピリトさんと島周辺海域に進出して紹介。27日、両44は、北緯10度53分統計147度14分、北緯10.883度統計147.233度、10.883147.233の地点を、 浮上構想中、米戦トリガーに発見される。トリガーは730メートルの距離まで砲撃準備をしながら接近を行った後、反撃に対処するため潜望強深度に先行。両44が91メートルほどの距離で攻撃準備を行っているのを確認する。そのため、42メートルの深度に先行するも、魚雷の構想音がしなかったため潜望強深度に、 戻ったところ、四44の潜望鏡を確認した。そのため再度退避したが、反撃の様子は見られなかったため潜望鏡深度に戻して観測したが、すでに敵の姿は見えなかった。2月17日、トラックに戻る途中にトラック島空襲の方を受け、米機動部隊を迎撃するため、トラック北東40海に地点に移動。その後、ヤルートを通過して、ミレに接近するが、 戦艦1、空母2の米機動部隊を発見するも相手が高速だったため攻撃はできなかった。21日、トラックに到着。28日、四44は食料と弾薬、機密文書を積んでトラックを出港し、ミレに向かう。しかし、出港直後に後部甲板に積まれた輸送物資入りのゴム袋を固定する止め金が破損したため、 輸送物資すべてが海上に流出してしまう。そのためトラックに戻った。3月2日、食料と弾薬計11トンを積んでトラックを出港。9日、ヤルートを通過し、西方からミレに接近するも南東に向かう戦艦1空母に巡洋艦1を含む米機動部隊を発見する。0545、来撃準備を行うも、 距離が遠かったため攻撃はできなかった。両44は浮上して1時間ほど追跡したが、米駆逐艦間6隻が接近するのを発見したため、急速先行して離脱した。11日、ミレに到着して輸送物資を揚陸し、17名の便乗車を乗せて出港。13日夕方頃、マジュロー、潜望鏡で偵察中、赤と白の光が飛んでいくのを発見する。 2300、浮上して、マジュロに接近中、赤い光が飛んでいくのを視認したため急速線行。潜望強震度で接近するにつれ、飛んでいく光の数が次第に増えていっており、光は敵の飛行場から放たれる栄光弾だろうと判断した。14日0330、栄光弾が米艦隊から放たれていることが分かった。米艦隊は空母1、 戦艦8のほか、戦車揚陸艦も確認した。最も近い戦艦は、わずか457メートルの距離にいた。両44はこのまま攻撃を加えるのは危険と判断し、偵察結果と敬意、そして、マジュロは敵の戦艦とその他艦船でいっぱいであると報告した。29日、トラックに到着して便乗車を降ろした。4月11日、両44は、 トラックを出港し、トラック、港沖に進出して紹介。15日、トラックに到着。17日、トラックは B-24 の空襲を受ける。両44は、空襲を回避するため先行するも、同じく先行した、両42と接触事故を起こしたため損傷。20日、再度の空襲により、両44は、水深23メートルの海底に鎮座するも、 空襲後に浮上して被害調査したところ海面で爆弾が炸裂したことによる衝撃波で潜望鏡が破損していることが分かった。同日トラックを出港しサイパン経由でクレに向かった。道中、米軍機の空襲を受けるも機銃装射によりわずかに損傷しただけで済んだ。29日、クレに到着し修理を受ける。5月15日 両44は、クレを出港し、20日にサイパンに到着。23日にサイパンを出港し、エニウェトクの偵察に向かった。11日、偵察結果の報告の後、エニウェトク北東沖に進出して、紹介を行う。13日、ブラウンの偵察に向かった。15日、ブラウンの偵察結果とサイパンへ向かうことを報告したのを最後に、消息不明。 アメリカ側記録によると、16日未明、米 5A 駆逐艦バーデン R ヘイスティングスはレーダーで、浮上中の潜水艦を探知。発光信号で応答を求めたところ応答はなく、潜水艦は、急速潜航していった。バーデン R ヘイスティングスはヘッジホックを24発ずつ、2回、投下したほか、爆雷4発を投下し、潜水艦を撃沈した。夜明け頃、 バーデン・アール・ヘイスティングスは海面を漂う、潜水艦のものと思われる破片の中から、四44と書かれたアルミニウム板を回収した。これが四44の最後の瞬間であり、艦長の上杉貞夫隊以下乗員72名、全員戦死。沈没地点は、エニウェト区東方110階地点付近、北緯11度13分、統計百164度15分、 北緯11.217度統計164.250度、11.217、164.250。7月12日、サイパン方面で防出と認定され、8月10日に除籍された。ありがとうございます。